とう、誕生日おめでとう、たくさんありがとうございます。先ほどインスタライブをしまして、本当に23歳を迎えました。本間ひなたです。ありがとうございます。ちょっと予定にはなかったんですけど、ショールームの方ちらりと顔出しましたよ。顔出しましたよ。バースデーガール楽しんでますか？楽しんでます。皆さんのおかげで楽しめてますよ。ありがとう。誕生日おめでとう。誕生日なのに一番頑張って、どういうこと？めでてえめでてえ。いや、それね、本当にそれね。ちょっと誕生日ガールはちょっと SNS の更新に追われております。だし、なんかやっぱみんなからのさ、メッセージさ、じっくりいっぱい読みたいじゃんか。だから今日起きてからずっと携帯触ってると思う。でもまだ更新できてないやつなどがあるので、はい、更新していきたいと思います。 TikTok もコメントしてきてありがとう。後で見るね。たくさんお祝いできて嬉しかった、ありがとう。そう、今年は去年と違って当日にお会いできないので、直接ね、直接お会いできないので、ちょっと配信などをいっぱいして SNS でたくさんみんなと話して交流して、自分の感謝の気持ちだったり思いを伝えられたらいいなと思います。ひなたん、サソリ座のイメージないんだよなって。嘘、何座っぽい？私こそがサソリ座の女だと思ってるんだけど。どう？髪切ったよ。さすが、すぐ気づいてくれる、ありがとう。リツイートたくさんしたよって、ありがとう。あ、これあれしよう、ツイッターの方でもシェアしとこうね。はい、誕生日おめでとうって、ありがとう。サソリ座の女。乙女座かな。嘘、乙女座っぽい。9月生まれ。そう思うとちょっと違う。うん、オニオンさんありがとう。タワーありがとう、嬉しいです。でもさ、乙女座いいよね。乙女座っていいよね。だってさ、私の年で生まれてたらうさぎ年の乙女座だよ。めっちゃ可愛いやん。バチバチに可愛いじゃん。もう9月10日生まれにしようかな。あ、9月10日で思い出した。私の地元に9月10日生まれのめっちゃ可愛い友達がいて、本当にめっちゃ可愛くて、中学生の時はもう学年で一番モテてた女の子が9月10日生まれで、乙女座でうさぎ年で、めっちゃ羨ましかったですね。はい、なんでそんな可愛いを全て持ってるのって思ったことがあります。自分が占い見るとサソリ座が1のイメージ。もうそんなことない。そんなことないですよ。まあでもまあサソリ座なんで。はい、本間さんですか。はい、本間さんです。イエーイ、本間ひなたです。サソリ座 B 型が一番可愛い。ありがとう、優しいね。自分イノシシなの、泣いて。イノシシもいいよね。あ、なおちゃん、タワーありがとう。なおちゃんありがとう。
ケーキもめっちゃ可愛いの見たよ、ありがとうね。私も自分でああいうケーキ用意したかったわ優しい、日向以上の可愛い子なんていないよ優しいね、ありがとう。うん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 僕は推し、あ、推しもいいねいいねとかあんまないけどね、星座の話にねはいまあサソリ座 B 型サソリ座頑張ります。99ラインでいっちゃん可愛いやろ、ほんまひなでちゃんありがとうはい、ありがとうね。うんうんうん、ジブリパーク知ってる？知ってるよ、行きたい。名古屋？名古屋だよね、新しく開業したとこだ、めっちゃ行きたい。でも今混んでるだろうな、うんうんうん、水の漏れてる水亀座です。どういうこと、水溢れ出ちゃったんだすごい、いて座だけど13星座なら蛇使いだった気がするって。何？13星座って何？12星座じゃない場合もあるんだ。ごめん、ちょっと詳しくなくてあれだけ。そう、いいなあ、かっこいい蛇使いとか。ジブリパークは予約して当選しないと入れないみたい。狭きもんだな、年内は予約いっぱいらしいよ。ダメだ、もうダメだうん、マッチンさんありがとうございます。嬉しい、大好きくまちゃんありがとう、かわいい。マッチンさんいつもありがとうね、ずっとずっと。今年もお祝いしてくれて嬉しいですペガサス座が良かった。え、何かっこよ、ペガサス？羨ましい。ひなたもペガサスがいい。ちょっと待って。ジブリパーク当選したエリアしか入れないの？予約あって当選もしないとで、で、かつ当選したエリアしか入れないんだ。じゃあ入って全部のあのエリアを見れるわけじゃないんだ。へー、大変だ大変だ、ジブリ行きてって。それね、三鷹だっけ、あの東京にあるやつは行ったことがあります。 2回くらいか、ちっちゃい頃に誕生日で行ったのと、あと去年一昨年くらいに友達と一緒に行ったの。そうなのよ、だからジブリパークも行きたいですね。うん、動物占いがありましたね。あー、なるほどね。動物占い NGT で一時期めっちゃ流行ったよ。1ヶ月2ヶ月くらい前かな、マリちゃんがめっちゃ動物占いにハマってて、そう、なんかメンバー全員のそう、星座を、星座っていうかその動物タイプをなんか調べてメモしてくれてて私何だったかな、忘れちゃったんだけどな。そう、あ、待って、ブルブル動物はいつやるん？すごい、ブルブル動物の人来たブルブル動物も今めっちゃ流行ってますね、 NGT の1期生の中で。はい、ブルブル動物っていうなんかちょっとたまごっちみたいな感じなのかな、うん、なんかお世話してって育っていくとどんどん進化していくみたいなゲームが今 NGT の1期生の中では流行ってるんですけど、多分まだやってないのひなただけで、この間レイちゃんもなんか始めてたから多分私だけで。そうで、なんでこんなにやらないかっていうと理由があるんですけど、あのそのおすすめされた時にね、どんなゲームかねすごいいっぱい説明してくれたの、ミハとかが。でなんか隣でリカちゃんがやってたんだけど、なんかすごいお世話しないとすぐ死んじゃうみたいで。そうだから
なんか私そういうお世話系のゲームもう苦手っていうかあんまり続いた試しがないから、なんかねちょっとねそうすぐ病気になる。今ご飯あげてきて、うわブルブル動物やってる人いる。いやそうなんだよ、ご飯をいっぱいあげないとなんだよね。そう、それで私はあの誕生日マジックで誕生日の準備の方に多分時間取られちゃうって思ったからやってない。でも誕生日が終わったってことはたってことはやるしかない。今病気してますよ、直してあげて。自分を育成するのに精一杯やもんね。いやそうなんだよ、本当に。ほんまひなたちゃんったら手のかかる子なんだから。うんうん、本当にブルブルしちゃう、ブルブルしちゃうわ。うん、しほじゅんさんありがとうございます。すごい、めっちゃ虹かかってる。こういうことちゃんと撮れた、スクショちゃんと撮った、できた、 OK、 ありがとうね、ありがとう。しほじゅんさん、あの渋谷のさ、あの深夜にさ流してたさ広告、あれ何、めっちゃすごい、めっちゃ嬉しかったんだけど、画像保存しちゃった、ありがとうね嬉しかった。いや、虹が似合う、似合うよねやっぱりね日向だからね、似合っちゃうよねはい、はい、ジョジョ園は行けた？ジョジョ園は行けてない。うん、僕のツイートの逆さ文章見てない？見たよ見た見た今流行りのって言ったらあれだけど、見たよ、ちゃんと携帯逆さにして見てでも書いてる内容めっちゃ真面目ですっごい嬉しいことばっかりで普通に感動した、ありがとう逆さで画像を貼ってくれてツイートしてくれてありがとうね。なんかみんなユーモアがあって大好きだよ本当に、みんな優しい言葉ばっかりかけてくれて、うん、おいしい焼肉屋さん教えてあげるから一緒に行こう。おいしい焼肉屋さんは教えてほしいな、焼肉大好きだもんな。あのタンがおいしい焼肉屋さんがあったらぜひ教えてください。私のケーキも見てよ、あの写真すっごい鮮明でめっちゃ可愛かった、ありがとうね。しかも日向カラーで、ありがとう。流行りのってツイッターのプロフィール欄に書くしかないかあのいちいち確認しなきゃいけないよね、そのツイートとして流れてこないからさ、プロフィール欄に飛ばないといけない。うんうん、どうしよう、私も運営さん大好きとか書いた方がいいお、今日お祝いでケーキ食べるよ、うん、いいね。私は昨日の夜に誕生日超えた、日付変わった時にケーキ食べてしまったので、そう今日はちょっとケーキじゃないの食べようかなごちゃ11まだ残ってて偉いよね。いやーでもね、ちょっとねなくなる危機ですよね、加藤さんとか有野さんとか、特に有野さんとかに厳しくなんかたまに見られそうだからずっと残してるんですけどでも12月28に、はい、8枚目シングルをリリースするので、そのことをちょっとプロフィール欄に書きたいんですよ。でそうなってくるとプロフィール欄って文字制限があるから、そうちょっとねごちゃ11
ごちゃ11消えちゃうんじゃないの今年は。言ったってもう3年も前の出来事ですからね。怒られちゃう？怒られちゃうんじゃないの？日向ってば。固定ツイート半角カタカナにしよう、半角カタカナにすればいいの。アイノさんからマッシュ経由で、あーマッシュ経由でね、言われそうやな。また写真集出して有野三角に落書きしてもらうしか、有野さんに。迷うな、ちょっとこれは一回保留で。それでお願いします。書くことが増えるのは幸せの悩み、確かにそうね、ありがたいですね、ありがたい。なんかいろんな肩書きが増えてきました。私の内定祝いもしてもろていいですか？いいよ、もちろんだよ。内定おめでとう、イエーイ。すごいね、大人だね。もう ちっちゃい頃から知ってるからさ、お互いに大人だね、頑張ってね。いやでもこんなに誕生日お祝いしてもらえて、私はとってもとっても幸せです、ありがとうね。私も研究室決まったらお祝いして。了解した、その時はもう速攻教えてね。拍手の仕方がセレブだね。あの絶妙な角度から褒めてもらうのやめてもらっていいですか？身長伸びたら祝ってる。あ、もう速攻あの来てください。はい、 J は日向になっちゃうよ。本当にたくさんお祝いしてくださってありがとうございます。私も国試受かったらお祝いしてね、もちろんだよ。了解だよ。あ、フライングでお祝いして。いいよ、おめでとう、ハッピーバースデー。来年も会いに行くね。うん、会いに来てね。どうだよ、朝起きれたら祝ってね。すごい、祝うものの程度がどんどん軽くなっていってる気がする。スマホ買い替えました、お祝いして。何にもないけど祝ってほしい。もうここやん、ここお祝いのレベルのここじゃん、ここだったのにここじゃん。本当に、はい、じゃあもうみんなおめでとう、代表して日向からお祝いの言葉を送らせていただきます。みんなおめでとうね、よかったよ、よかったよ。じゃあみんな夜ご飯の時間だと思うから、早いかな。夜ご飯の時間だと思うから、ご飯食べて、おいしいご飯食べて、今日は日向の誕生日だから奮発してよし。みんな豪華なご飯を食べて、もうゆっくり健やかに眠ってください。これから鍋作ります。いいの、ケーキ買うねって、いいねやった、奮発するぞー。ローストビーフ食べる、あ最高、いいねウーバーしていいってこと、いいよ、今日はいいでしょう、ウーバーしましょう。カレーナウ、あ最高だね、私誕生日に食べるカレーが一番好きだったね。たくさん飲むぞ。そっちか、そっちの贅沢、うん、それもいいでしょう。
いいねいいね。じゃあ私は今からせっせと SNS を更新しますので、あのほんま頑張ってるなと思って、更新されたらいいねとコメントしてやってください。よろしくお願いします。ひなたん宛てに領収書送ればいいですかね。ああのそういうのはこちらではあの受付しておりませんので、あの各自ご負担という形になります。はい、すみません、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、ということでありがとうございました。いいな、うなぎ食べるの。うなぎ食べたい、うなぎ好きなんですよね。そこはきっちり、はい、あのお金の管理の方はきっちりめにやらせていただけたらいいなと思います。じゃあ岡田さんに送る、あ岡田さんに送ってもらうのはぜひ結構ですので、はい。はい、じゃあランキングをお読みしますよ。壇上に上がってくださっている皆さんのお名前をお呼びします。13位チムジー大好きさん、12位ピングさん、11位ハルくん、10位リーダーさん、9位茨城のゆうきさん、8位みちなまるさん、7位しゅんさん、6位なおさん、5位きみとさん、4位まっちんさん、3位なおちゃん、2位オニオンさん、1位しまじゅんさん、ありがとうございます。そしてたくさんおめでとうのコメント、この配信見てくださってありがとうございました。ありがとう。はい、たくさんみんなとお話できてとっても嬉しかったです。ありがとうね。また23歳のみなたも頑張っていくので、みんなで楽しいことたくさん共有できるように頑張ります。なのでぜひ見ててください、応援しててください、そしてたくさん会いに来てください。ありがとうね、またね、じゃあね。